第9回春うららえぐい時期の朗読語りの集い、トップバッターは5人の会、忘れられない贈り物で幕が開きます。みんな誰にも何かしら穴熊の思い出がありました。穴熊は一人一人に別れた後でも宝物となるような知恵や気風を残してくれたのです。見けよ、漁師は山を振り返りながら去っていった。それっきり漁師はふっつりとどこかへ消え、どこへ行ったんだか知る人は誰もいなかった。遠く山の山んばが、この女で餅ついてこ、餅ついてこねば人も馬も食い殺すぞ。3階には女子音楽家のふみくん、隣の部屋にはきれいなタバムシのお嬢さん、4階は歌うたいのピーコさん、5階のお客はムクドリのご隠居さん。だがそれにしても飯食わねえ女とっちゃいねえもんだいな。これは様子のいい娘だがと思ってこっちから見てると、ちゃんと黙々と食うだもの。ああどっか思うにタナチンの専属じゃねえかと。タナチン、そんなもんいつ持ってったか忘れちまったよ。そんな話だったら俺は行き方ね。うん、おいらをやめとく。まあまあそう言わずに、とにかく行ってみようじゃねえか。タナチン、もう安心してほしい。まるで笑い話のような化け物大事であった。まあ明日夜が明けたら行ってみるがよいと、酒をぐいっと飲み干しました。大きな畑を作りに引っ越すぞ。やった、まこちゃんはワクワクしながら新しい村に向かいました。海を渡ってたどり着いたのは満州です。うわぁ、どんくり歩いただか、いらい山奥に来ちまった。太平はでっけえ木の根方へ痛みを下ろしたと、すぐに今来た道一目散に下っていった。太平、太平、ちっちっと待っとくれ、説得音があるが。後ろから民の声してたけんど、それ振り払うように飛んでった。けんども途中まで下っていったら、下道が一平あって、どの道経だかいいだか、さっぱり見当つかねえ。あの、お前さん。おろおろしているおかみに青年の一人が言った。私たちは14年前の大晦日の夜、親子3人で一人前のかけそばを注文したものです。お嬢さんは小僧さんの嬉しそうな様子を見送りながら、山には気をつけるんだぞと注意しました。はーい。山には栗の実がたくさん落ちていました。谷合いの町に小さな豆腐屋さんがありました。この豆腐屋さんの主人は大変働き者でした。朝はとても早く起きて豆腐を作り、昼は大きな鍋で揚げと厚揚げとがんもどきをこしらえます。蝶々はひらひら飛べてとても軽いの。かすかなそよ風にでも乗って浮かんでいられるのよ。お花がどこにあるのかも知っているわ。ママだってお花がどこにあるか知ってるじゃない、とピープーは言います。ママは砂漠の中のどこに隠れた水があるのか知ってるじゃない。食べられる草がどこにあるかも知ってるじゃない。ここで好評をいただきたいと思います。皆さんご苦労様でございました。それからご視聴の皆さんもご苦労様でございます。全部でとにかく13チームですか。いや、聞く方もね、なかなか一生懸命聞いてくださいまして本当にありがとうございます。好評と言いましてもね、
1人1グループ1分ずつでも13分かかります。2分だと26分、とんでもなくて、また時間がないものでさらりと行きたいと思いますけれども、まあいずれにしましてもね、コロナ禍で、去年もこれおやりになったそうですけれども、去年はあまりお客さんをお呼びにしないでやったようでございますが、皆さん生きていてよかったですね。皆さん昔と同じお元気な姿を見ることができて、私も大変嬉しいございます。それでは本当に3、40秒ずつですけれども感想を述べさせていただきます。最初はですね、5人の会、今は3人だそうでございますが、忘れられない贈り物ということでありまして、バッグの絵がね、なかなかあれ絵本からお取りになった多分絵だと思いますけれども、ああいう絵もなかなか説得力があると思いますね。ただ惜しいのはですね、マイクの使い方がやはり声届かなきゃこれ意味ありませんので、だいたい年取ってくると目かすんできますから、そういう場合は印刷を大きくする、今はいくらでもそういう機会がございますので、やや活字を多めにしてですね、遠くでもこう見れるような雰囲気でマイクの真正面に立っておしゃべりになって朗読などをされると、私はもっともっと良くなったのではないかと思います。2番、カタクリの会、猫マガだけの妖怪ですか。これナレーション部分とあるから、間もね、なかなか大切ということで、ナレーションもただスーッとただ行くんじゃなくて、途中でちょっと間を取るとか、強調をするところをこう強調するとかね、そういったようなことが非常に重要ではないかと思います。演出で猫の金髪が印象的でございました。覚えてます、ギャオーというね。で後半やはり皆さん乗ってきたようなんですが、前半もうちょっとセリフの部分は思い切って、セリフはね恥ずかしいと思ったらダメです、もう俺はなりきって大声で思い切ってやるというのが非常に私は大事なことだと思います。3番目が水晶の会、ヤマンバの錦というね、こちらのお話でございましたけれども、最近は皆さん内容に合わせて衣装もそれぞれね工夫をされておりました。黒いズボンに緑と茶の斑点でございますかね、こういったようなものをまとっていただきまして、これ朗読部分とそれからセリフ部分、これが一本調子ではなくて、なかなかコンビネーション、気持ちがこもっていてよろしかったのではないかと思います。まあ朗読の部分もね、普通の朗読じゃなくて、あれを例えば老婆の方がお話をするというようなスタイルにしても面白いんではないかと思いました。4番目、コネットさらしな朗読の会、カシノギホテル、子どもさん6人による、朗読、いいですね。小さい頃からこういうステージに立って朗読をするというのはね、さらしな小学校ですが、こちらの方ではいろいろともう小さい頃からねこういうことをおやりになっているそうでありまして、20年ぐらい前からねこういうことをおやりになっている、大変に地元のお話とかいろんなそういった朗読を小さい時からおやりになるというのはいいです。今活字離れというのがよく言われておりますけれども、朗読は必ず活字を読まなきゃいけません。小学校2年生から6年生の皆さんね、滑舌も大変良くて、このようにですね小さい頃から活字になれるととてもいい大人になれるのではないかと思いました。5番目、のぞみ会、飯食わぬ嫁、これも有名なお話でありますね。バックにも絵がありまして、これセリフがなかなか良かったんではないかと思います。そしてコンビネーションも大変に優れたものがあると思いました。楽しかったですね。タンポポの会、長屋の花見、これもおなじみ、江戸の落語でございますけれどもね、 BGM も良かったね、出のところの雰囲気だとかね、ステージ衣装も大変粋なものがありまして、今年の花見は非常に早そうになりそうですけれども、賑やかにねコロナが終わって花見ができるといいなと、皆さん4人ともですね楽しんでステージに立っておられたというのが大変私は良かったと思います。7番、すみれの会、おんぶお化け、おばりてなおばりてな、夜うなされるんじゃないかと思いましたけれども、一番最後はね子だぬきだというんで安心したわけでございますけれども、なかなか皆さんのコンビネーションも良くてですね、声も出ていて、やはり朗読ってのは滑舌が良くないといけません。滑舌も大変良くてですね、皆さん楽しんでおられてやってるっていうのが一番いいんじゃないですかね。
ステージで楽しい話は、ステージに立っている方も楽しくやらないと聞いている方は楽しくなりませんので、そのあたり大変良かったと思います。夕月の会8番目、小春さんの子守歌と、これは実際にあったお話、最初にですね、島田さんが、朗読というかご自分の体験談を語ってくださったんですけれども、やはりご自分のことというのはものすごくリアリティがあるなぁと改めて思いました。それからコカリナの演奏もね、大変効果的でありましてですね、演出が大変優れていたのではないかと思いますね。今ウクライナ戦争で大変なことでございますけれども、あれいつ解決するんだか本当に心配ですがね、小春さんの子守歌、心にしみる朗読でした。そして9番目、チーム翼おばすて山、これもね、小野君と北村さんお二人、中学生、いいですね、地元のこういった民話をね、しっかりと中学生が朗読を皆さんの前でおやりになるっていうのはものすごくいいことじゃないですかね。二人の衣装も大変、素晴らしかったですよ。あの調子でこれからも頑張って地元のこういったお話をね、していっていただけるとありがたい。若者がこういった伝説をね、次の世代に繋げていくということはとっても大事だと思います。10番目、茶頭語り目の会、一杯のかけそば、懐かしかったですね。14年後に成長したお二人がね、お母さんとまた店を訪れるということで、一言本当にこれ有名になったお話で、私は詳しい後半の話を知らなかったんですけれども、今回は5人による語りによってね、全てのことがよく分かりまして、とても懐かしく聞かせていただきました。11番、ちくまの会、ヤマンバと3枚のお札、3人によるステージで、ウリュウさんのね、元で訓練されたということで、私もウリュウさんと一緒に番組を4、5年やらせていただいて、すごく懐かしい感じがいたしました。やはりウリュウさんのね、ご指導のもと、滑舌も声も大変よく出ておりまして、コンビネーションも良くてですね、こちら、3人による、楽しみながら、演技を披露したという感じが大変良かったですね。瞳の会、スズメの贈り物、これも懐かしいですね。豆腐屋さん、私小さい頃は豆腐ってうちに来たもんでございますけれども、なんかスズメの皆さんのね、揃っていろいろとお話ししたりする部分、随分練習されたんではないかと思いますけれども、スズメの気持ちも大変よくできていて、コンビネーションも良かったんじゃないかと思います。そして花水着の会、雲を追いかけてごらんピーク、一番最後の先ほどのステージでした。3人ともね、非常に落ち着いた雰囲気でもってですね、今ああやったね、お母さんと子供さんがあんな風にゆっくりと喋る時間もないのではないかと、最後にね、柳田さんの感想が、こちらで発表されておりましたけれども、大変に穏やかでね、愛情あふれる物語、皆さんもね、じーんときたんではないかと思います。以上、簡単ではございましたけれども、13チームのね、朗読を聞いて感想を述べました。ちょっと PR があるんですが、この会場でも朗読仲間大集合という、私のやってる土曜日の夕方4時半から毎週やってますけれども、そちらにお出になった方もおられると思いますけれども、実は5月の22日からですね、実際にあった阿寒陀騒動と義民格之丞という江戸時代中期に松次郎藩で格之丞という10代後半の青年がですね、一揆の首謀者リーダーになって貼り付けになって首跳ねられるという実際にあった事件があったんです。赤い野原の田んぼと書きます。これで阿寒陀と呼ぶんですが、その入谷市をめぐる騒動で松代藩によって貼り付け処刑されて、今も鳥内峠という松代にあるところに大きな本当に立派な碑があります。で、今月おそらくその末裔の丸山角之丞という男なんですが、その丸山家で祠があってね、角之丞の言ってみれば、霊を慰めようという催しが多分あると思いまして、そういうお話を私聞いたもんで1時間半ぐらいのドラマを作ったんです。これは大人音楽クラブで5月の22日から、語りラジオ語りラジオドラマ語りみたいな雰囲気で、放送をいたしますんで、よろしかったらお聞きいただければありがたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。それでは閉会のご挨拶を
弥生の会実行委員長の島田美智子が申し上げます。皆様、今日は第9回春うらら弥生月朗読の語りの集いに最後までご参加くださいまして本当にありがとうございます。来年は第10回の記念の公演になります。またここの会場で皆様と元気な姿でお会いできますことを楽しみにしております。今日は本当に最後までありがとうございました。こんにちは、長野インターネット放送局と申します。はい、はい、今長野県は内駒市に来ております。そうなんです。どういうこと。はい、私武田徹と申しまして SBC 信越放送長野にございますが、その放送局でパーソナリティなどをやっている男でございます。ぜひ皆さんも朗読やってくださいよ。年取ってもピシッと元気でいられますよ。今日は春うらら弥生月の朗読語りの集いというわけで、今回はなんか9回目ということだそうで、はい、去年はねコロナで私来れなかったのね、はいはいはい、うん、それでそれ以前コロナがまだある前に、だいたい 3,4 回伺っております。その頃と比べると随分あのレベルがアップいたしましてですね、今回もね、13チームだっけ出て楽しませていただきましたけれども、それぞれのステージがみんな工夫凝らしてやってね、はい、そして皆さん楽しんでやっておられるっていうのはすごい印象的ですよ。ぜひあの 来年は、今このねご覧になっているこのインターネットをご覧になっている皆さんもぜひ多分無料だと思うんでね、いらっしゃればありがたいかなと思いますよね。口があるというわけなんですけども、はい、あ、実はですね、アカンダ騒動というね、アカンダ騒動と義民格之丞という、これはあの松代藩の江戸時代中期のお話でございまして、格之丞という男、10代後半の男がですね、入合地をめぐる、その、まあ、論争というか戦いみたいのがありましてね、一揆の指導者としてリーダーになったんです。で、松代藩によって処刑されて首を切られてしまったんですが、彼の慰霊碑がねかなり立派なものが松代の鳥内峠というところに今もあります。そのお話を私地元でちょっと伺ったもんですから、1時間半ぐらいの、ま、ラジオドラマ風の語りにいたしましてですね、5月の、いくんじだっかな、第3、土曜日の SBC ラジオの、午後4時半ぐらいから5回にわたって放送しますんで、よろしかったらまた聞いてください。ありがとうございます。いいですね。はい、ありがとうございました。ぜひ今後の夢は何かありますか。今後の夢はね、はい、あの多くの方にこう声を出してもらって、これからね団塊の皆さんがみんな後期高齢者でしょ、ですから声を出して元気に姿勢を立たして朗読をすることによって元気長寿を伸ばしてほしいと思いますよね。はい、ぜひ一緒に頑張りましょう、はい、頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。今日本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。今日参加された2人にちょっと来ていただきました。今日の感想一言ずつお願いします。はい、実は2日前にも最後の練習を3人でやりまして、はい、整えてきたばかりなので、やっぱり気持ちが揃ってできたんじゃないかなって3人でさっき話してたんですけれども、うん、なるほど。あのちょっと声もね、武田さんからもお褒めいただいて声もちょうど出ていたし、はいはい、あのチームワークよくできたんじゃないかなって思います。まあ、楽しくこう、まあ、演ずる方も楽しくやらなきゃって話だったんですね。私たちの方も楽しんでやろうよっていうのをいつも合言葉にして、特に3月の春うららのこの朗読と語りの集いは、あの春っていうことをイメージしていますので、楽しいものを題材に取り上げようっていうことで、初笑い的な感じで、なるほど、あの楽しいものをお届けして皆さんに笑っていただきたいなと思って、うん、作品選びもそのようにしています。なるほど、はい、ありがとうございます。ご苦労様でした。はい、ありがとうございました。そして声出ましたか今日は。私もね、ほんと今日になってね、あの会場でも今日は9回目で、はい、来年はもう10回目だってね、もう毎年毎年夢中で来てるでね、何回なんてあれは
なかったんですけど、改めて、あ、今日9回目無事ね、皆さんと一緒にこうやってやらさせていただいて、まあ本当に感謝申し上げています。私はね、もう部屋の自分の力なんか本当にビビたるもんでね、秘書さんの前で出るなんてあれじゃないんですけど、そういうのをこういう若い方がね、まあで一緒にね、こうやってあの誘って気持ちよくね、いろいろ教えていただいたり、それからね、毎月毎月ね、こう練習してきたわけなんですけどね、本当に私も総合にも参加させていただいたりして、ああ今日は本当に幸せだったなと思って、そして今日午前中からもね、皆さん寄って、そしてちょっとリハーサルしたり、それからまあいろいろな話して笑ったり、時間に余裕を持ってね、できて、本当に私、ああ今日は本当に良かったなと思って。感想どうでしょうか。まあ、できましたな。ちょっと一個間違えちゃってやばいなと思ったんですけど、なんかいつもの練習でカバーできたかなと、メンバーのおかげで。あ、なんか裏話があるわけですね。はい。ありがとうございます。セリフ抜かしたとかそういうことじゃない。大丈夫です。大丈夫ですね。3人でこう題材的にもすごくそのあった内容だったと思うんですけども、なんか選ぶときになんかこう一応気をつけてることっていうか、心がけてることって何かあるんですよ。そうなんです。さっきもねお話ししたんですけども、はい、この3月に春の陽気の頃にねやりますので、なんか明るいものとか楽しいもの、はいはい、で聞いてくださるお客様にちょっと笑っていただけるものっていう感じでやっております。そんな感じで作品選びをして、できるだけ明るく楽しいものをということで選んで、で今回はちょっと私の職場の方の幼稚園の方にありました、紙芝居にその3枚のお札がありまして、はいはいはい、これちょっと紙芝居のがとてもね絵もユニークで、内容も私ちょっと子どもたちに紙芝居やったことがあるんですけども、はい、楽しく描けているなと思ったので、これどうだろうかねって言ったら、あ、いいんじゃないかっていうことで、じゃあ楽しく面白おかしくやりましょうよっていうことで、今回この作品に決まりました。なるほど。日頃、まあ、前日そして、今日の午前中から練習されたっていうふうにお聞きしたんですけども、はい、どうだったんでしょうか。この間練習ちゃん月2回はやってるんですけど、ちょっと間空いてちょっとまずいからね、はい、っていうことで金曜日に練習したらすぐ思い出せて、はいはい、今日午前中のリハーサルの前に1回練習したら、午前中からリハーサルだったんですね。はい、で、あ、いいねっていう感じで今日なんか本番楽しくさせてもらいました。なるほど。まあ、今後、まあ、こういったその、まあ、語りをやっていく上で、まあ、武田さんも言ってましたけど、その瓜生さんの伝統がこう生かされているという指導があったっていうお話ですけど、はい、うまくできましたでしょうか。今日は本当渡辺さんもすごくなんていうの、テンポがねみんな良くて流れが良くて、はいはい、良かったねってもうここに来て、はい、終わってすぐ思いました。はい、いつもよりよくできたってことですね。できましたね。なるほど。まあ今後、まあ今日は良かったっていうことで、これから夏に向かって何か目標なんかありますでしょうか。またもしかしたらナイトビューが始まると、はい、バス停駅ありますので、その準備をちょこちょこしていきたいですよね。じゃあ語りを聞きたいときはナイトビューの会場へ行けばいいんですね。そうですね。今日のグループが何グループか出ます。はい、あ、そうですか。まあ、ぜひ今後も頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネット局と申します。こんにちは。今長野県は千曲市創造館に来ておりますけれども、はいはい、春うららという語り部の会の、あれがイベントが終わりました。はい、そこの会長さんに来ていただきました。すいません、自己紹介お願いします。はい、春うらら弥生月朗読語りの集いの実行委員長の島田美智子です。よろしくお願いいたします。島田さん、はい、今日は13の参加者というんでしょうか、はい、団体さんが出られましたけど、はい、どうですか感想は。はい、コロナで十分な活動が
できない、それぞれが言っておりましたが、いや、あの皆さんそれぞれで頑張っていただいて、はい、力作が発表できたと思います、まあ、いろんな題材をこう選ぶ中で、はい、またそしてそれをこう語る中でいろんな出来栄えあったと思うんですけど、はいはい、感想としてはどうでしょうか。はい、私たち今回武田徹様を公表していただく方としてお招きいたしまして、なるほど、武田様一つずつのプログラムに、コメントをいただきましてとても励みになります。また一つずつのプログラムが終わるごとにお客様からいただいた拍手、うん、とてもその拍手が私たちを元気にしてくださいまして、また次頑張ろうという気持ちになります。茶釜市には13もの団体があるんですか。はい、昨年よりも今年は増えまして、はい、一つのグループが、うん、大変人数が多くなりましたので、はいはいはい、それをちょっと分けまして、うん、今回は13のグループが発表するようになりました、うん、まあ、数人のところから、はい、まあ、10人ぐらいとか、はい、そして若い中学生、はい、もっとちっちゃい子とかね、はい、そういう団体もありましたけど、はい、どうなんですかその辺は。そうですね、ご高齢になりましてね、はい、会が少しずつしぼんでしまう会も、はいはい、現実中にはございます、はい、しかしこの会は小学生も入ったり中学生も入ったり、また新しいグループが立ち上がったりで、うん、とても嬉しいと思っております。なるほど、はい、そう、語りのいいところはどのところにあるんでしょうか。そうですね、私は小さい時、うん、おばあちゃんおじいちゃんの膝の中で昔昔と聞いたあのお話が、はい、今こうやって言葉を通して皆様の心に言葉のプレゼントができるっていうことがとても私素敵だと思います、はい、今回は昔から知っているお話が随分、うん、プログラムの中にありました、はい、だから聞いていただく方もね、昔を懐かしんだり、またその時出会った人との巡り合いを思っていただいたりね、いろんな形で心の言葉のプレゼントができたかと思います。今後の目標は何でしょうか。はい、来年は第10回の、うん、記念になりますので、はい、私たちみんなでね、記念の催し物も考えていきたいと思っております。そしてまた第10回皆さんマスクを取って笑顔でまたこの会場でお会いできれば嬉しいかなと思っております。なるほど、ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います、はい、今日はお疲れ様でした。どうもありがとうございました。はい、長野インターネット局と申します。語り部というイベントが終わりました。立ち上げた方々に来ていただきました。すいません、自己紹介お願いします。はい、野崎俊子と申します。野崎さん、そして事務局の野本陽子です。野本さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何年、まあ、9年前になるんでしょうかね。そうですね、立ち上げた理由というのは何だったんでしょうか。10年前なんですけれども、1年ね、お休みしたので、9年目になりますね。筑摩市がね、合併したのが10年前なんです。はいはい、その時の記念に、始めたんですね。1回で終わるかなって思ったんですよ。とりあえず、市の方で、それぞれ文化的な活動をしていたら、はい、半分市の方が負担してくれるっていうので、はいはいはい、野崎さんがこういうのに乗っかって、全員でやってみませんかっていうことで、はい、やりました。それが初めて。それで終わって2回目からは市の事業として取り上げるからって言ってくださったので、うん、それ以後はもう私たち第1回はね、皆さん、うん、お金負担してここでやったんですけれども、はいはい、2回目からはもう市の全面、うん、事業で、はい、私たちはだからできることはしますってことで、はいはいはい、実行委員会を作ってやれることをやってここまで来ました。じゃあその飾り部の会をこう、うん、まあ、まとめて発表会も作ろうっていうのは、うん、どなたの考案だったんでしょうか。
それより前から、はい、あの稲荷山暮らし館っていう古民家があるんですけど、はいはいはい、今ちょっと閉鎖しちゃってますけどね、はい、そこであの今のここ入ってる半分ぐらいのグループが、うん、毎月1回交代で1年間通して、うん、あの月1回朗読会を開いていたんですよ、はい、あそこの会場にね、はい、でそれの集大成としてこういう大きなところでみんなでやりましょうって発案してくださったのが野崎さんで、うん、市のそういうのに乗っかってやりましょうって、それが2回目以降1回目に1回目に、はい、だからそれからがもうねずっとなりまして毎年なんです。今もやってます。で、暮らし館はちょっとあのダメですけど、漫画館の方に変わってそこで、はい、毎月やってます。今後の目標といいますか、はい、夢は何でしょうか。はい、あのこれだ、あ、私ぜひねあの聞いていただきたいのはね、子どもたちが一生懸命やってくれるってことなんです。名前は言いませんけどね、はいはい、子供たちの力がねすごくね大きいんですよね。ですからこれをねまあ聞いて後のねあの子供たちがそれに続いてやってってくれればいいなと思ってます。今日ちっちゃい子もやってましたよね、はい、2年生、ね、いいですよね。それから中学生ですか、ね、中学生もね、はい、そうそう、なかなか良かったですよね。そうですか、良、はい、かった。今後そういう、まあ、若年層も仲間に入れながら、はい、そうですね、今までもそうだったんですけれどもね、はい、大きな力です。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。